に持ってみてかね。はい、じゃあ行きます。こちらが巾着付きクリアバッグになります。はい、品番が B の1440です。はい、お色がこちらブラックとこちらのブラウンの2色展開になっております。はい、お値段が2590円です。普通に言っちゃったすいません。はい、で、こちらも、6月18日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、じゃあみーちゃんポイントお願いします。はい、これはですね、1個持っとく。はい、ではこっちにします。はい、クリアな夏っぽいバッグになっております。うん、こんな感じでですね、なんか巾着系のバッグって今年トレンドな気がするんですけど、はい、クリアってあんま見かけないので人と被りづらいんじゃないかなと思います。うんうん、でクリアそのまま入れるのももちろん今年っぽくって、なんかシアーってね、うん、引き続きトレンドなので、はい、いいかなと思うんですけど、うん、やっぱちょっと真ん中丸見えやったら抵抗ある、ちょっとわかりやすかな感じで巾着がついております。はい、ます持ってくださいね。うん、これサンプルなので風船みたいなのも入ってます。でも分かりやすい。こんな感じの巾着が入っております。はい、ので、なんかちょっとした小物入れに、うん、使えるかなって思います。うんうん、はい、で、柄とか入ってないし、なんか色の主張もそんなにクリアやから、うん、そんな激しくないので、結構いろんなコーデとマッチするんじゃないかなと思います。意外とマッチがあって容量がある、はい、入ると思うので、うん、なんだろう、ちょっと荷物多めの方、うん、でもショルダー掛けしやすいバッグなんじゃないかなと思います。はい、ちょっと一緒に胸元が危ないので着替えてみます。あ、どうぞどうぞ。はい、じゃあ質問いきますね。下いきます。あ、巾着、この巾着原ちゃんのメイク道具入れに確かに進めとこうかな、進めとこうかなと思います。これどうですかって、ちょっとでも大きいかな、メイク道具入れには大きいかもしれないです。マチがこうしっかりこれ分ぐらいあるので、はい、長財布入るかな、長財布入ると思います。はい、ちょっと待ってくださいね、入れてみます。縦にしたら入ると思うので、あれ長財布どこ行ったんやろうか、あったな、あった、ちょっとちょっと探します、少々お待ちください。はい、うん、あ、去年こういうクリアバッグ2色買いしてめっちゃ使いましたって、ありがとうございます。クリアバッグやっぱり夏場にちょっとね季節感あるこう何ですかアイテムを入れるだけでコーデがぐっと雰囲気変わるので、なんかいつものコーデにこういうのに普通のヘイクレーダーのバッグっていうよりかはこういうクリアバッグとかにするだけで結構ね夏っぽさとか入るのですごくおしゃれ度がグッと上がります。はい、うん、フリンジの紐は結んだ方が良さそうですか。結んだ方がでも可愛いかもですね。こうちょっとキュッと押してもらって、まあ、結ばなくてもすごいバーってほどけるみたいなのはあんまりないです。はい、で、長財布なんですけどちょっと入れてみますね。はい、長財布結構長め、あ、でも上ここで見えます、ここでちょうど止まる感じ、この巾着の上で止まるのでこのラインで止まります。なので、まあ、ちょうど真ん中に長財布が入る感覚になりますね。でもなんか巾着からは見えないからそのままさっと使っていただけそうな気がします。はい、かわいい、あります。はい、うん、チェーン部分がゴールドでかわいいです。確かにここがねアクセントになりますよね。確かに、うん、こんな感じですね。はい、長財布横向きは無理、横向きはちょっと厳しそうです。うん、中斜めになっちゃう、なんか横にするとここ見えます、なんかこの幅がぐんって広がるだけ、うん、確かにパツパツになっちゃうので縦の方がおすすめですね、長財布だったら。うんうん、はい、うん、クリアバッグ合わせると一気に夏感ありますねって、そうですよね、やっぱりね。ね、巾着中身透けてますか、
どうですか。なんかがこの花柄結構派手派手やけど、それでピチャーってしてこれぐらいやから、うん、そうですね、大抵のものそんな透けないんじゃないかなっていう気はしますけどね、うん、まだ透け感マシではありますね。うんうんうん、はい、そしたら行きます。はい、うん、みーちゃん黒派。私は黒派。私はね、みーちゃんは、でも私も黒派かな。コーデがなんか締まる感じが、そうですね、使いやすそうですしね、うんうん、でもこっち差し色で持っとくのもめっちゃ可愛いと思います。そうですね、うんうん、キャメル系もすごい使えると思います。はい、うん、あ、中の巾着柄物とかにしても良さそうだし、アレンジできるから良さそうだけど、めっちゃ可愛いと思います。うん、お手持ちの巾着とか、あとまあスカーフとか巻いてもらっても可愛い、可愛い、うんうん、と思いますよ。はい、うん、どれぐらい物が入りますか。やろうと思います。では、はい、今長財布は1個入れてるんですけど、兄ちゃんなんかアイテムをお願いしていいですか。私あるかな。ない。あ、私じゃあ取ってくるかな。ちょっとみーちゃん帰ってきてから、はい、しますね。はい、スタート巻くとこんな感じです。これリボン結びしてますけど、一つ結びも可愛いと思います。なんかね、クリアやからアレンジがしやすいですよね。普通のバッグにスカーフ巻くの抵抗ある方も、このクリアなので、なんか巻いても、何や、おしゃれ上級者さん感が出ないというか。あ、かわいい。このスカーフ巻くのすごいかわいい。なんかあるかな、自分。はい、私物じゃあ入れますね。はい。はい、ちょっと持ってもらってもいい？OK です。消毒はあります、うん、はい、長財布入れてるんですけど、ちょっと普通の財布も持ってきました。まあなんかちっちゃいポーチとか皆さんこれぐらいのお持ちかなと思うので、ちょっと入れます。で、ハンカチとペットボトルとかはね、入れちゃうと結構パンパンになりそう。そうですね、うん、あとは定期とか鍵系のアイテムかなを入れて、キュッてしてこんな感じです。はい。どうでしょう。いい感じ。うん。ことよりそれぐらいでもちょうどいいかもですね。そうですね。あとまあアルコール除菌とかもちっちゃいやつだったら全然まだ入りますので、うん。かわいい。こんくらいです。はい。ベルトは長さ調節できますか。どうでしょうか。できます。この穴があって、はい。ここから。1,2,3,4,5 個かな、うん、穴が開いててここまで調節はできます。はい、はい、これぐらいです、うん、あ、巾着なしで中にお気に入りのアイテム透かせるのもめっちゃね、めっちゃ可愛いと思います、ね、うんうん、それもいいと思います、うんうん、トレンドですね。はい、うん、そう、意外と入るんですよ。そうなんです、うん、普通の、うん、あのトートバッグめっちゃ大きいのもいいですけど、うんうんうん、小さめトートとかそれぐらいの感覚で中身を入れていただけるので、はい、意外と入ります。入ります。一番短くするとどんな感じですか。ですね、うん、ちょっと待ってくださいね、ちょっと変えます。はい、中巾着入れた方が分かりやすいかな、なんか踏み入れが、うん、ね、長財布入るのいいですよね。なかなかやっぱちっちゃいバッグで入らないの多いので、これは縦にすると、はい、入れていただけます。ない、あ、落ちてる、落ちてる、はい、カバン自体は軽いですか。そうですね、あのビニール系なので全然あの重さはそこまでは感じないです。普通のなんていうんですか、合皮のバッグとかに比べるとまだあの軽いんじゃないかなと思います。はい、斜め掛けもできるしね、全然斜めも可愛いですよ。ちょっと季節か、ちょっと後で充電器を取ります。あ、縦長なのが使いやすそう。確かにね、シャッと物を出しやすいですよね、やっぱりね。はい、あ、濡れても大丈夫そうだし、雨の日持ちたい。確かに、あの雨の日まだね、梅雨がやっぱりまだ先もあるので、まだね、梅雨明けして一応してないので、雨の日はすごい良さそうですよね。はい、うん、
重さの制限ないですか？重さはですね、そうですね、今私さっきの分入れて肩にかけて、このベルト部分が結構太いのでそんなに重心がすごいかかる感じはないんですけど、でもやっぱりめちゃくちゃ物を入れるとブチッとはいかないと思いますけど、一応、うん、そう、どこまでいけるかは私たちもわからないので、かな、と思いました。ある程度のものは全然普通のものは入れていただいても大丈夫です。一番短くしてきました、はい、こんな感じです。骨盤のとこにちょうどくるくらいかな、なので私が私物で持つとしたら一番短くして持つかなって思います。はい、はい、インジャーのやつ一番長いところですか？いえ、私は今ね2つ目ぐらい、一番長いとこから1個短いぐらい、なのでもうちょっと長くもできますが、7メガぐらいと私は結構これぐらいの長さが好きですね。はい、はい、